フィリップ・ホジナーは、オーストリア・アイゼンスタット出身のサッカー選手。3、リーガ・ディナモ・ドレスデン所属。ポジションはフォワード。7歳で、地元の SC ・アイゼンスタットに入団。オーストリア・ブンデスリーガに属する SV ・マッテルスブルクの育成部門などで育ち、16歳で2、ドイツ・ブンデスリーガに属する TSV1860、ミュンヘンの U18 チームに移籍。 2006から7年シーズンには、ドイツ U18 全国選手権で優勝し、決勝戦では、VFL ボルフスブルクを相手に決勝点を決めた。2007から8年シーズンには23試合で16得点を記録した。当時の育成部門でのチームメートには、ユリアン・バウム・ガルトリンガーやトビアス・シュトローブル、ティモ・ゲプハルトラがいた。2007から8年シーズン後、同クラブで、 プロ契約を結び、トップチーム昇格を果たす。初シーズンは、基本トップチームで練習をしながら、ドイツレギオナルリーガに属する、セカンドチームで公式戦に出場。31試合で12得点8アシストを記録し、チームのトップスコーラーになった。その後は3、リーガに属する SV ザントハウゼン、オーストリアやステリーガに属する、ファーストビエナ FC。 オーストリア・ブンデスリーガ一部に属する FC アドミラ・バッカー・メイドリングへと徐々にステップアップを果たし2012年8月31日にオーストリア・ブンデスリーガに属する FK ・アウストリア・ w ィーに移籍したペーター・シュテーガー監督の元チームにもフィットし2012から13年シーズンでは30試合で27得点7アシストを記録7年ぶりとなるリーグ優勝に貢献した 2013から14年シーズンでは、オーストリア・ブンデスリーガでは34試合に出場し14得点、8アシストを記録。UEFA チャンピオンズリーグの予選では4試合で1アシスト、アトレティコ・マドリード、FC ポルト、FC ゼニト・サンクト・ペテルブルクと同グループになった UEFA チャンピオンズリーグの本大会では6試合に出場し2得点1アシストを決めた。 2014年夏、フランスリーグアンに属するスタットレンヌに移籍したが、当初は原因不明のまま体調不良に悩まされるように、なりほぼシーズンを通して試合に出場できなくなった。様々な精密検査を行った結果、体調不良の原因と診断された約 2kg の重さにまで膨れ上がった人細胞がんが2015年1月に発見され、2月に手術を受けた。 その後はリハビリを続け、2015年5月には、試合感を取り戻すために、スタットレンヌのセカンドチームの公式戦に出場。2015年夏には、ドイツブンデスリーガに属する1、FC ケルンに、レンタル移籍。徐々に試合感を取り戻し、15試合に出場し、得点を決めた。2016年夏、スタットレンヌには、レンタルバックせず、 2、ブンデスリーガに属する1、FCE ・ウニオン、ベルリンした。2016から17年シーズンでは24試合に、出場資録得点1アシストを記録した。U2 例までのカテゴリーでは招集され、2011年に A 代表デビューを果たしたが、同じフォワードのポジションに、ギド・ブルクシュタラーや、マーティン・ハルニック、マルク・ヤンコ、マルコ・アルナートビッチらがいるため、 2017年5月現在、A 代表には招集されていない。スピードと正確なシュート技術、ゴール前での冷静なプレーが特徴。ツートップでは主に身長のあるターゲットプレイヤーと組み、自らのスピードを生かして危険なスペースへの侵入を繰り返す。プロデビュー当初は主にカウンターで生きるフォワードとして評価されていたが、FKA アウストリアウィーンに移籍以降は1。 5列目に、下がりチームの組み立てに参加することも多くなったため、フォワードとしてはボールに触れる回数やパス本数が多い。2013から14年シーズンでの1試合あたりの平均ボールタッチ数は51、3回、平均シュート数は5、05本、シュートにつながる味方へのラストパスは平均でに84本であった。 プレイスタイルが似ていることからウルグアイ代表のエディンソン・カバーニと比較された。また、決定力が高いことで知られており、2012から13年シーズンの7月から1月まで、上げた21得点のために打ったシュートはわずか64本、と3本に1本のシュートがゴールに入る、決定力であった。基本2トップもしくは1トップのフォワードとして、試合に出場しているが、 チーム事情によってはトップ下として出場することもある。ありがとうございます。